ね、本当にようやく肝心要のバックパックを買ったので、ちょっとそのお話をしたいなと思います。まあね、本当に何にもないようなお宿に泊まることもあると思うので、もうバックパックって旅する人にとってはもう本当にお家みたいなものなので何度スポーツ用品店に足を運んだことかすごく悩んで決めました。なので、まあ、この動画では、選んだバックパックの、まあ、どういうところが気に入って買ったのかっていうところと、あと、まあ、迷ってた他のバッグもあったので、それについてもちょっと触れたいなと思っているのと、ちょっとしたお出かけに使うようなサブバッグもちょっとご説明したいなと思います。はい、ということでこれです。これ相棒になります。これが、ノースフェイスのテルスっていう名前のバッグです。の45っていうサイズです。細かなスペックとか職人さんのこだわりどころなどは公式ページノースフェイステルスで検索していただければ、公式ページでご覧いただけると思うんですけど、まあ、ざっくりすごいざっくり説明すると、ノースフェイスでは中型のトレッキングバッグっていう分類になってます。なんかその山登りとかする人もこう山小屋に泊まりながら1泊とか2泊で行くようなトレッキングにも使えるサイズで、そうだね。でお値段が定価で25,000円ぐらいかな、確かだったと思います。スミレさ、これ結構さバッグ多分この前あげた化粧品のやつもさ、すごい結構調べてさやってたけど、多分バッグが一番時間かけて調べてたじゃん、うん、最初さ、そもそもあれ他の旅人さんがどういうもの持ってってるのかなみたいなのをこう調べた感じかな。あ、うん、それもやっぱり調べたのね。調べたんだけど、やっぱり結構みんな意外とバラバラで、定番のこれっていうのがあんまり合ってない。 ある程度はもちろんあるんだけど、はい、やっぱり優秀なバッグっていくつもあるから、うん、もうあとは好き好きみたいな世界だったから、他の旅人さんのも参考にはしたんだけど、結局はやっぱり自分で一つ一つこう公式ページに飛んで性能とか調べたり、まあ、実際スポーツ用品店で見比べたり背負ってみたりっていう選び方になった。なるほど、うん、多分じゃあ何個か多分最終候補みたいなのが何個こう出てきてさ、そうで、それの何か一番の決め手というか、まあ、一番じゃなくてもいいや、うん、スミレはここを重視したみたいなのが何か知りたいな。そうだね、まず見た目的なところからいくと、それもう一番最初に来る。なるほどはい、まあさっくり語れるところで、やっぱ黒のシンプルなのが欲しいなと思ったんです。確かにシンプルだ。そうで、ね、やっぱり真っ赤とか真っ黄色みたいなものもすっごい可愛くて、それ単体で見た時にすごい迷ったのよ。特にアウトドアも結構多いし、ね、多いしね、山ガールとかカラフルな方が可愛かったりするし、迷ったんだけど、まあ長旅ということで、いろんなファッションにやっぱり合う方がいいかなって思って、で私まあ、今日もピンクとか着てるんですけど、結構明るい色のトップス着るのが好きだから、なんか服と喧嘩しない色がやっぱいいなと思って、まあ、黒かなって思った。喧嘩はしないね。そうで、あとまあ黒だと汚れが目立たないとかあるし、それはでかい。そう、あと結構乱暴に扱われることもね
あるので、バックパックってあのちょっと破れたりとか傷ついたりってこともあるんだけど、そういう時にあの結構ガムテープとかで補修することも考えられて、で例えば黒いガムテープ貼ってもまあそこまで目立たないだろうっていうあのことで黒にしました。なるほど。はい、もしかしたらこういうロゴとか結構ね治安が悪い国ではあのいいところのバッグだなって思われるのもあの結構危険信号なので、もしかしたら これもね隠すかもしれないですけど、はい、てな感じです。デザインはちなみにこのテレスはあとからし色みたいなね色とあと明るめの紺みたいな色があります。色の名前なんかだったかな、ミネラルゴールドとシェイディーブルーっていう作りがあるんですけど、私は黒にしました。はい、あと他にはポイントの2つ目はあのまあサイズ感と容量かな。まあ、これ45っていう名前なんですけど、確か本体容量42リッターぐらいだったと思うんですけど、まあそれぐらいかなって思って、なんかいろいろ調べてたら、まあ、女性でも60リッターぐらいのカバンを背負ってらっしゃる方もいて、ちょっとそれにしては小さすぎちゃうのかなとも思って、結構そこはね迷ってたんですけど、あのまあ体力とかと体格を自分の体格を考えてもちょっとこう60リッターは結構大きいっていうかしんどくなっちゃうなっていうふうに思ったので、うん、ちょっと40、まあ40から45リッターぐらいに収めたいなっていうふうには思いました。こう物があの詰めるスペースがあればあるほどそれだけ荷物を入れてしまうタイプの人間なので、あの容量をある程度で見切りをつけてそこに入るものを持っていくっていう風にしようかなって思いました。このサイズだとね機内持ち込みできるよね。そうなのよ、それそうなの、ね、そう、あのそう私たちあの夫婦で行くので、まあ、ともきくんも大きなバックパックこの後紹介してもらうんですけど、まあ、せめてどっちか一つ機内持ち込みして、まあ、あの2人ともロスバゲするっていうリスクをちょっと減らしたいなと思って、機内持ち込みできるサイズを調べてそれに収まるものを探しました。でね、まあ後でちょっとあの細かくお見せできたらなと思うんですけど、割と45リッター界の中では多分背が高めで厚みが薄めかな、ここが荷物入れた時の厚みがそんなにない方だなって思います。縦長なイメージかな、だからどっちかっていうと。そうで、あと4つ目は収納が多いこと。まあ、荷物をちゃんと仕切れることっていうのはすごい大事にしてて、あのねやっぱりもう一つが大きいバッグだともう何をどこに入れたかが分かんなくなっちゃうっていうのが一番ストレスで、まあ日頃さあのバックパック以外のね好きあの自分のカバン使ってても思うんですけど、やっぱりこうちょっとした小物が入れられたりするようなポケットとかの存在って本当にありがたくて、それがないと結構小物がカバンの中のどこかに行ってゴソゴソする必要が何度も出てくるとか起こるんだけど、でやっぱりバックパック もうそもそも容量が大きいので、そういう小物を入れられるスペースがあちこちにあることが何よりやっぱり使い勝手がいいなと思って重視したポイントですね。はい、じゃあちょっと実際にテルス あの売りがね、多分この背面パネルでやっぱり蒸れにくいメッシュ素材なのと、あの EVA 素材
ていうのを使ってるらしいですね。これが私の背中には気持ちよかった。で次にこれが本体の蓋なんですけど、よいしょよいしょ、これ雨蓋って言われる蓋ですね。でここにも物が入って、ここからもこう開けられるし、こう物がね入るし、で蓋を開けた時のここにも入れられるっていう。ここにも入れられます。で、うん、でここに地味にこういうなんか鍵とか引っ掛けられそうなものもついてる。非常に便利ですね。ほいほい。で、本体はよいしょ、そう、ここグイッて開けるんだけど、こうすごいたくさん物が入りそうな感じ。おすすめのポイントを他に、あ、そうそう、収納が多いっていうことのあれなんですけど、説明なんですけど、ここにね、あの前面、リュックの前面にこういう前ポケットが、なんかこうカンガルーのお腹のポッケみたいにあるんですけど、まあ、ここにも物が結構入るんですよ。こう濡れたものとか、こうちょっと雨に降られちゃった後の上着とかサンダルとかも入る。まあただやっぱこれってちょっと、まあ盗まれやすいっちゃ盗まれやすいので、多分取られても構わない程度のものを入れるポッケになるかなと思います。そうね、あ、そう、すごいのがこれが、ここの一番バッグのお尻のとこにも、あの実はこうチャックがあって、ここにもね、ここからもあの荷物が取れるっていう。ここは繋がってるの、上と。そう、上とは繋がってる。そうだから、まあここに1個ポケットがあるっていうよりは、あのなんていうのかな、下の方にあるものを取り出すときにすごい便利って感じ。そうそう、本体の入り口からだと一回物全部出さないと下の物取れないっていうの結構ストレスフルだと思うんですけど、これは下から取れるのですごいいいなって思った。こういうのがね、まあ、ちょっと痒いところに手が届く感じがしますね。そう、そう、私が気に入ったポイントが、このリュックのね側面にもこうチャックがついてて、ここからも物が取れるっていう作りになってるんですよ。これすごい便利で、だから結局これは上から普通にもちろん出し入れすることもできるし、この横からもこうやって取れるし、さっきも説明したけど下からも取れるから、すごいね、荷物の取り出しやすさが便利だと思いました。しゃいました、しゃいましたよ。そうで、収納のもう一個いいポイントが、ここに小物を入れられるのが、こうウエストベルトのところにあって、ここにね、まあ、ちょっとした小銭とかおやつとか入れられるっていう。はい、でこうやって今しょった時にもやっぱり背中にねすごいぴったり吸い付く感覚があって、私の背中にピターって
でこうパカパカ緩みもしないし、かといって背中に何にも食い込まないっていう、なんかね、やっぱほんと改めてこれにしてよかったと思うわ。私すごいいい、すごいいい。はい、そう。なのでまあ背負った時の感覚ってやっぱほんと大事だと思うから、あのできればあの店頭でこうちゃんとフィッティング、もう各パーツをちゃんと体にフィットさせながら、できれば店員さんとかにも一緒に立ち会ってもらいながら背負って、あとまあ今ちょっと空っぽで背負ってるんですけど、あのスポーツ用品店ってだいたいあのね、あのいろんな種類の重さの重りが置いてあるので、まあ世界一周する女性だったら多分7キロから10キロぐらいかなは重りを入れてみて背負ってみるのをおすすめします。で逆にちょっと聞きたいんだけど、うん、なんかその最後まで抱きしめちゃってる我が子のようにその聞きたいのが、その我が子になれなかったバッグたちがいるわけじゃん、はいはいはい、要は最終候補まで残ってたけど、はい、やむなくみたいな、うん、選ばなかったバッグもあるわけじゃん、はいはい、でそれがなんで選ばなかったのか、うん、どういうところがスミレに合わなかったのかみたいなところがもしあったら知りたいな、うん、そうね、あの実はもともと本命は別のものがあって、あのカリマーのリッチ40プラスっていう商品があるんですけど、それがねずっと欲しかったんです。でそれもやっぱりいいところいくつかあって、例えば女性用モデルだったり、だから体にフィットしやすそうだなと思ってたし、あとあの黒で真っ黒で、あのロゴが可愛いユニオンジャック、あのカリマーのロゴが可愛くて、それが、ね、やっぱあのくだらないポイントだと思われると思うんですけど、すっごい可愛かったので一目惚れしてたんですね。一応そういうスミレがさっき挙げてたような、押してた3つのポイントとかは一応満たしてはいたんだ。そうだね、満たしてた、満たしてたんだけど、こう店頭で背負ってみた時にちょっとね、あの違和感があって、確かね、確か背面パネルかなが、なんかこう肩甲骨に食い込むようなあの感覚があって、ちょっと違和感があって、やむなく断念したって感じかな。そこがちょっと三角印って感じか。そう。で、あともう一個迷ったのが、あのグレゴリーの、なんだっけな、アンバー。そう、アンバーっていうやつがあって、それもすごく機能的にはね、確かすごい気に入ってたんです。なんだけど、あれだ、それも背中の当たり具合がちょっと逆に硬すぎちゃった。なんかこうグレゴリーって結構アウトドアブランドの中でもタフっていうか、こう武骨っていうか、なんかちょっと男性的なこう硬さのあるような作りをしてるブランドってイメージがあったんだけど、なんかその通りで結構なんていうのかな、硬い強いみたいなリュックで、それが痛かった、ちょっと惜しかったなっていうとこですかね。はい、2つともまあそれぞれのそういう三角ポイントがあるけど、そのやっぱ背負い心地がでかいね、うんうん、そう。いやほんとね、あの私さっきから色とかデザインとか言いましたけど、結局のところやっぱり背負い心地がすごい大事で、あのやっぱ1年背負って歩くわけだから、あの違和感、店頭で背負ったごときで違和感があるようだと、もう多分ずっと気持ち悪いまんまだと思うんですね。ちゃんとしたやり方で背負って、なんかスタッフさんにもこう見てもらいながら背負って歩いてみるみたいな、まあ、靴の試着と一緒ですけど、歩いてみるっていうのがやっぱり大事だなと思って、うん、バックパックだけはやっぱオンラインで買うっていうのはちょっとやめた方がいいなって思いました。
ちゃんと背負ってみた方がいいなと思いました。はい、で、最後にあのサブバッグの、紹介をすると、これを持っていくことにしました。これは有名なグレゴリーのテールメイトっていうバッグです。そうで、あのこれ実はですね、私がともきくんと付き合った当初バレンタインであげるっていう懐かしい、ともきくんのバッグなんですけど借りるっていうことになりました。で、あれなんだよね、これもともとね、もともとはこの実は日頃私が愛用しているこのカリマのセクター18っていうリュックをサブバッグに持っていくつもりだったんですね。で、まあ要は移動中はさっきのバックパックを後ろに背負いながら、これをこう前に背負うっていう、こういうスタイルを予定してたんだけど、まあちょっと両手は空くんだけど、ちょっとこの辺鬱陶しかったりしたのと、まあ、あと街中では、まあ、常々前に背負ってるっていうよりは多分後ろに背負う、まあ普通に背負うのが通常の使い方になると思うんですけど、やっぱりちょっと、うん、後ろに背負うには、普通に背負うにはちょっとね、こう物が盗難に遭いやすい作りっていうか、割とこう前ポケットとかも簡単に開けられちゃったりするかなと思って、すごい惜しいんですけど、ちょっと悩んでやめましたね。本当に私さっきも言ったけど、カリマのロゴが好きすぎて、可愛いでしょ、これ本当に良かったんですよ。まあそれをやめてね、このグレゴリーのテールメイトは、まあこういうの、なんていうの、こういうバッグ、前なんていうの、ショルダーバッグ、ショルダーバッグ、こう斜め掛けできるので、まあ常に前にかけていれば、まあまあスリにも合いにくいだろうっていうような感じなので、まあファスナーとかがねちゃんと見えてて、目が行き届くっていう点がとっても良くて、これにしました。まずともきくんのを借ります。はい、そんなところかな。これ結構しっかり入るからね、物が、それもいいポイントだと思います。はい、というわけで今日は、私のメインのバックパック、ノースフェイスのテルス45 と、サブバックグレゴリーのテールメイトを紹介しました。はい、じゃあおまけに僕が持ってくバックパックもちょっと軽く最後に紹介できたらと思うんですけど、僕のは、グレゴリーのそれがバルトロっていうシリーズ、どっかに書いてあるかな、バルトロってやつの、75リットルのバックパックでいきます。まあ、なので墨入れの倍まではいかないけど、まあ、ほぼ倍ぐらいの大きさでいきます。でこれはもう見るからに大きいので、預け荷物としてって感じですね。うん、もう持ち込みは完全に諦めてっていう感じですね。はい、まあだからあれだよね、多分機内持ち込みが難しい液体とかはさ、液体物とかそっちだよね、全部。特にどこが気に入ってるとかは、ともきくんも調べたわけでしょ。調べた調べた、もう調べたけど、もう俺はシンプル2つ、はい、1つ、でかくて頑丈なもの、うん、後ろ見てもらっても分かるかな、もうこのヒップベルトとかがすんごい太くて、肩も、うん、でフレームが結構しっかりしてるから、まあかなり雑に扱っても大丈夫っていう、その武骨さが1つと、あとここがガバッて開くんですよ、この真ん中のところが、
感じでガバッと開くんですよ。おこの機構がすごい好きで、あのスーツケースみたいにパッキングがすごい楽なので、そうね、この2つの要素を満たしてるのが多分これぐらいしかないかなっていうのでこれにしました。はい、じゃあこんな感じで、2人でバックパックも揃ったので、でもう着々とあの他の、バッグにの中に入れるものも揃ってきているので、まあ準備して、で4月にはこれにちょっとパンパンに詰め込んで出発しようかなと思います。はい、じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。